みなさん、こんにちは。チリンチャンネルのしほです。はい、ということで、今回はですね、この前ですね、テスト終わりに、ショッピングモールに行きまして、そこでね、買ってきたものを紹介していこうかなと思います。私、テストがあったんですよ。中間テストが。で、中間テストの2週間前ぐらいから漫画を禁止しておりまして、私の中でね。携帯とかはめっちゃ見てたよ。テスト今とかもめっちゃ見ちゃったし、あれなんですけど、そう、漫画を私すっごい禁止してて、読んでなかったんですよ。で、テストがあったのは22なんですけど、9月22日に、少女漫画の、大量発売日だったんですね。いろんな漫画が発売して、今回はね、テスト終わったすぐにもうショッピングモールに行き買ってきたんですよね。で、あとね、本を目当てにして行ったんですけど、その他にもヨークと無印にも行ってきたので、今回はね、そちらのコーヒー紹介をしてきます。じゃあ長々と喋ったんですけど、まずすごい私がもう本当に楽しみにしてた漫画をちょっとね、軽く紹介していこうかなと思います。いや、私やばい、本当に語れって言われたらもう何時間でも語れちゃうんですけど、今回はね、購入品紹介なんで、あくまで漫画を紹介する動画ではないので、ちょっと軽くねやっていこうかなと思います。いや、まずね、これもうテーマ2人で恋をする理由、これを買いました。これね、もう私車で読んだんです。これもうめっちゃ叫びました。お母さんにうるさいって言われました。次そう、内容には触れない。次、ピンクとハムネロ、これは1巻と3巻を持って、なぜか2巻を持ってなかったので買いました。読んだんですけど、やっと話がつながりましたね。すごい可愛かったです、内容。え、次にウィコンです。ちょっとね、照明がちょっと見づらい、ごめんなさい。ウィコンです。もう本当にもうハッピー、幸せハッピーみたいな次、タイガー&ドラゴンです。これは私、ミニアール彼氏がめっちゃ好きで、その人 の新しい作品なんですけど、マジで面白いです。本当にミニアール彼氏好きな方はぜひ買ってください。次、これ野良猫とオオカミですね。これは私、生意気盛り読んでないんですけど、めっちゃ人気だった漫画があって、その人の新しい作品なんですけど、とりあえずこっち新しいからこっちからちょっと入ってみようかなと書いてみました。2巻ですね。1巻も面白かったです。そら、生意気盛りをこれ読んだら読もうかなと思ってます。次。これ、今までね、ルナのお気に召すままって読んでたんですけど、月みたいらしいです、これ。月のお気に召すままらしいです、これ。ボイスドラマを聞いて初めて知りました。はい。もうこれも、ハッピーみたいな。ハッピーみたいな。もう、ほんとずっと笑ってた、これは。なんか逆性高いんですよ、これ。笑いたい人おすすめ。で、これ黒崎さんの一途な恋が止まらない。これはですね、YouTube でボイスドラマがあってですね、その CV を石川海人さんが務めてるんですよ。で、もう、それがもう本当にすごくて、めっちゃよくて、単行本買っちゃいました。はい。めっちゃ面白かったです。はい。ということで、合計ね、7冊買いましたね。97。で、次にね、お洋服をね、買ったんですよ。私、もう冬ということで、カーディガンを買いました。今回はね、この茶色ですよ。ちょっと、なんか、無印系女子みたいな。持ってそうじゃない？このお洋服の成功が無印、持ってそうじゃない？無印女子みたいなお洋服を買ってしまいました。どこだっけこれ。アーツミュージックエコロジーです。でね、そう、これ、服じゃないわ。秋にすごいぴったりだなと思って。そう、私さ、こういう白のカーディガンみたいなの持ってたんだけど、茶色系のね、カーディガンを持ってなかったので、今回ね、挑戦してみようかなと思います。ブルベとかイレベとか関係ないです、これは。好みです。やばい、着るのが楽しみ。じゃあ着た写真をずっと着ます。あ、2回振りをしたはい、ということで
しょうか。可愛かったですね、お洋服。はい、でラスト次、無印良品で買ったものを紹介します。ダブルペンケースを買いました。で、私あの購入品、間違えた、お買い物動画を見てくれた人は分かると思うんですけど、あのですね、シャープもなくしてしまって新しいのもう一個買いました。これはね、学校で使いたいなと思います。で、ここからは私忘れ物が、これも買い物動画で言ったんですけど、忘れ物が多すぎて置き弁ならぬ置き筆箱をしようと思いまして、置き筆箱とその中身を見ました。まずシャーペンです。これは隣にあってすごいね、書きやすそうだなと思って買いました。ここがね、持つところが気になってる。ちょっとね、細いし重いです、こっちの方が。で、次にダブル定規ミニですね。はい、あ、ちっちゃい方が、いいかなと思って。あとね、まあ三角定規とかです。これ。こちらですね。あ、理科とかで使うんで、ね。で、あとラスト。消しゴムです、消しゴム。しかもちっちゃいの白買いました。今使ってるのが大きいのの黒なんで、ちょっと白く使ってみようかなと思って買いましたね。そう、私、色弁買ったんですよ。こちら。まあ、ボールペンなんですけど、ギルインクボールペンを買いました。これね、10色入りのやつを買いました。800円くらいでした。そう、これをこのままさ、こうやって持ってったらさ、いろんな色があるし、すごいいいなと思って。そう、私、今まで蓋がついてる方のボールペン使ってたんですよ、無印の。そう。で、ノック式めっちゃ使えそうだなと思って使ってみようかなと思います、これから。はい。次はね、ご飯系です。食べるスープ。豚肉とチンゲン菜のごま味噌担々スープです。と、あともう一個スープがあります。なめこの赤だしです。これが私セレクトで、これがママセレクトです。朝ごはんとかにね、食べたいなと思います。で、あとは、調理スプーンスモール。これね、大きいのが持ってるらしいんですけど、持ってるんですけど。私、いらない。持ってるんですけど、なんか、ちっちゃいのもいいよって、なんか評判だったらしいので買いました。はい。ごめん、よくわかってない。だけど、よかったらしい。うん。で、あとなんか、100均にも、なんか同じようなものが売ってたらしい。なんかちっちゃいショップ。買ってみちゃったらしいよ。ここだけの情報。はい。で、あと、練り梅を買いました。練り梅。練り梅は、梅を練ったものです。待って、まだ文房具あった。ごめんなさい、まだ文房具ありました。これ修正ペンですね。同じ修正ペン買うんだ。修正ペンがもうなくなっちゃったので、新しいの欲しいなと思って買いました。ごめんなさい。で、ラストラストです。ラストは洗顔フォームです。ちょっと待って、白飛び見える？今回はね、テスト終わりのお買い物で買ったものを紹介してみました。どうだったでしょうか。まあ私らしいですね。でいくので、それではバイバーイ。もう本当にノーマル、ごめんなさい。本当に日焼けがすごい、ごめんなさい。でも目には白くなってると思います。白いけど、でも本体治るよ。うん、冷やしたら治る。寒いから治るよ、きっと白くなる。めっちゃ上げてるくね、私。なんかすごいさ、アングル近くなったじゃん、ピントが合わないから、うん、めっちゃなんか焼けてる気がする。マスキ焼きやばくない？ちょっとごめんなさい、本当に現実、これが現実。もう本当にさ、すごくない？この細胞やばいよね、本当に。まあこれがね、女帝にですね、女子テニス部なんですけど、やっぱごめんなさい、本当に。もう本当に肌が